お、0.84。これ怪しいな。ねえ。CPU かな。あ、150度超えてますね。はいどうも、ブラックパンドです。今回のジャンクはこちらですね。ノートパソコン、シンクパッドですね。T460S ですね。 Core i5 が搭載されているモデルみたいですね。6世代かな、こちら通電すらしないっていうジャンクですね。症状見ていきましょう。安定化電源の表示はこんな感じですね。 0.04、 バッテリーが内蔵されてるんで多少流れてるのかな。それかもしかしたらショート、メイン電源のライン以外のところでショートしてるかもしれないですね。そういう感じの数値ですね。電源ボタンを押します。反応なし。インジケーターのランプ点灯もなし。はい、ということで分解していきます。今分解して基板だけにしたんですけれども、その状態でですね、安定化電源をつないでみたところ全く電流が流れなくなりました。これまあ繋いだ瞬間はね、電流がパッと流れるんですが、保護が働いて全く通電しなくなります。多分ね、どこかでショートがあるはずなので探していきたいと思います。ここは CPU かな。お、0.84。これ怪しいな。MOSFET があってコイルなので、多分まあ 5V か 3.3V のラインだと思うんですけれども、それのどっちかが短絡してますね。ここにですね、電圧かけて発熱する部品を探していきます。はい、ではこのサーマルカメラを使って発熱部品を探します。CPU かな。発熱箇所をね、調べた結果ですね、この CPU が発熱しましたね。そっか。まあダメ元でですね、まあ、ちょっとリフローしてみようかなと思います。まあ、軽くですね、軽くリフローして、まあ、それでもダメならね、今回は諦めようと思います。はい、リフローしてきました。抵抗値がね、どうなったか見たいと思います。あ、やっぱダメですね。はい、終了です。ただね、まあ一回ね、やってみたかったことがあって、おそらく CPU が短絡し発熱してるんだと思うんですが、こいつにね、高電圧かけたらどうなるのか一回見てみたいですよね。見てみたいですよねっていうか、まあ、僕がね、一回ちょっとやってみたかったんですよ。もうどうせ壊れてて僕の手には負えないやつなので、それで一回ちょっとなんか遊んでみるのもいいかなと思って、まあこの CPU のね、不要じゃないですが、一回ね、こいつに電圧かけてね、まあ、どんどん上げていってどうなるか見たいと思います。はい、では準備できました。今はね、これぐらいの数値で回しますが、どんどん上げていきたいと思います。まず電流値をね、どんどん上げていきます。これで50度ぐらいまで発熱してますね。そしては電流も上げていきます。おお、3アンペアまで来ましたね。うわ、熱っ。
80度ぐらいになってますね。よし、もうちょっと上げていきます。お、4アンペアまで来ました。こうなってくると、あ、もう100度超えてますね。すげえな、焼肉できるんじゃん。よし、こいつ自体で10アンペアまで確か流せたと思うんですが、5アンペアで、あ、150度超えてますね。150度超えたらね、こいつではもうちょっと測れないんですよね。150度までなんで、ちょっと待てよ、ちょっと肉のね切れ端持ってきました。これ焼けるんちゃう？おお、焼けてる。あ、油引いた方が良かったかな。きつくな。あ、でもちょっと火力弱いっすね。もうちょっとね火力が欲しいので上げていきます。6アンペアまで来ましたね。おー、焼けてる。ではもうちょっと上げていきます。7アンペア。あ、すげえ、いい匂いする。おー、いいね。ではね、もっと電流上げていきます。これマックスですね。うわ、めっちゃうまそう。あ、やば、嫁帰ってきた。帰り。危ねえ、嫁が帰ってきてね、見つかるところでした。ではまた再開していきます。はい、ということで、ね、こんがり焼けました。よし。あ、なんか変なにする。まあ、ちょっと焼く前に洗浄した方が良かったですね。まあまあ、でも食べれないことはないですね。はい。はい、というわけでですね、先に謝ります。すいません、遊んじゃいました。まあ、今回ね、おそらくね、この CPU の短絡が原因で、まあ、このマザーボード壊れてるんだと思うんですが、このね、マザーボード見渡す限りですね、チップセットがね、ないんですよね。おそらくね、この CPU に統合されてるタイプだと思うんですけれども、修理のね、練習のために結構古いマザーボードばっかり触ってきたんで、CPU とチップセットが別々に搭載されてたんですけど、こういう、まあ、新しい世代になってくるにつれてですね、CPU とチップセットが統合されてるやつがメインになってくるので、まあ、修理となるとですね、まあ、こいつ単体でも結構高いですし、リワーク、リボールの技術も必須なので、まあ、僕にはね、できないですね。まだまだ練習も全然できてませんし、まあ何回かね取り外しの練習とかやってみたんですけど、まあ、全然うまくいかなくてですね、このコアをダメにしてしまったりとか、まああとランドね、ランドのめくれとかね結構発生してしまって、まあステップアップのためにはですね、まあそういう技術も必要なのかなとは思うんですが、まあいかんせんど素人なのでね、まあそこまでやるのかっていうところでね、まあいろいろ葛藤はあるんですけれども、まあ今回はね、この発熱を利用して焼肉やってみました。ただまあ結構ねうまく焼けて、ですごいね途中でいい匂いもしてきてね、まあお昼ちょっと食べてなかったんで、あんだけちょっとだったんでね、まだちょっとお腹減ってるんですけどね、この撮影早く終わらせてですね、まあちょっと焼肉でも食いに行こうかなと
思っています。はい、ということで今回は、修理失敗ということで焼肉用のホットプレートにしたっていう、クソ動画でした。はい、では以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。